ガラテア書の6章です。で、今日は1節ずつを、見ていきます。前回ですね、6章の一部を見ましたけれども、今日は1節ずつ見ていきます。ちょっとね、今日長くなりますので、午後の礼拝と同じような感じになりますから、ちょっと長くなりますね。で、私たち最後の方に来ましてですね、パウロが自由を得るために私たちキリスト者は召された、救われたんだよとですね、いろんなしきたりがある中で、自由を得るために私たちは救われた、召されたんだよということを見て、けれどもその自由を肉を働かせる機会とはせずにですね、愛によって互いに使い合いなさいと。だから自分のやりたいことを肉ですね、この自分の肉の欲することを行うのではなくて、その自由をですね、愛によってですね、この愛によって私たちは解放されるということをずっと学んでいますね。私たちね、いえ、無条件の愛ですね、このそのまま受け入れてくださるところの愛によって、これ矛盾してますけれども、私たちは変えられるんですね。こうしなければいけないというふうに条件がつけられると変わらないんですけど、無条件だとむしろ変えられて、この神様のお働きですね、その愛をもって互いに使え合いなさいというところです。で、これをですね、続けてこの前半部分、6章の前半部分で見ていきまして、後半になると、そういう私たちのキリスト者としての働きを邪魔する者たちですね、つまり割礼を敷いていく者たちですね、立法主義ですね。で、これを、一体どういう動機で行っているのかということをね、彼は最後に話しますですね。だから私たちは本来キリスト者として召されていることに専念すれば良いわけなんですね。で、時々、しばしばなのかな、わかんないけれども、邪魔が入るわけですね。その邪魔について、このガラテア書はずっと見てきましたけれども、最後に彼はパンチを食らわすんですね、そういう人たちに対するね。はい、では一節をご覧ください。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいとあります。愛によって仕えていくことにおいてですね、イエス様が行われた働きで大きなことは、過ちに陥っている人を立ち上がらせるということです。ガラテアの人たちが律法主義に陥っているんですけれども、そういう律法主義が、ユダヤ人の宗教をしている人たちの中にあったわけでしょ。で、そこからイエス様がどのようにして立ち上がらせたのかと、罪からですね、この、典型例は、会員の現場で捕らえられた女のことですね。思い出してください。まず、彼らが石で撃ち殺そうとしていたときに、イエス様が、あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい、と言われたわけです。つまり、あなた方罪のない者がって言って、こう自分自身を吟味させてるんですね。それに石を投げるあなたはじゃあどうなのかと。で、そしてイエス様は、この女に、私もあなたに裁きを下さないと、その、憐れみを示した柔和であったんですね。そして、これからは決して罪を犯してはなりません。正したんですよ。ですね。で、これがイエス様のモデル、イエス様が私たちに示してくださった模範であります。で、この姿に習っていく人が、御霊の人とここで呼ばれています。御霊の人。5章においてね、御霊の実が愛であって、その現れが、一つが、この柔和だったんですね。だから過ちに陥っている人に対して、柔和な姿勢で正していくということなんです。で、ここの言葉ですね、もし誰かが、何かの過ちに陥っているっていう言葉ですね。この表現にあるように、これ上手に訳されてるんですよ。この表現にあるように、罪を犯し続けて、頑なにしている人じゃないんですね。ここで言ってるのは。
ではなくて、過ちに陥ってしまった人なんです。なのでその人は過ちに陥っている中で、すでに良心を痛めてますですね。心が傷んでいるんですね。もう精霊の働きで、もうこの精霊の働きですね、罪の自覚を与えている精霊の働きでもう十分なんですね。あと私たちに与えられているのは、立ち直らせていくという働きなんですね、うん、イエス様はペテロに対してそのことを行われたことを思い出してください。ペテロはイエス様に、ペテロはイエス様に最後までついていくと、他の人たちがついていかなくても私は最後までついていくと、命を捨ててでもと言ったのに、まあ舌の根が乾かぬうちにですね、もう数時間後に、この彼を知らないとね、最後呪ってまで3度ね、いなんだんです。でイエス様は、以前ですね、この人の前で私をいなむ者は天においてもいなまれると、ね、こう言われたわけでしょ。もう彼はもう地獄に行くような罪を犯してるわけですよ。ところがイエス様よみがえられた後に、私を愛しますかって思い出してました。そう言ったんですよね。私を愛しますか。そして愛してますとペテロが答えたら、私の羊を飼いなさい。すごくないですか。本当はもう大罪を犯しているのに、牧会者として立ち上がらせてるんですよ。これ3度言ってんです。3回なんだから3度ですね。このようにしてイエス様は、このもうすでにこの激しく泣いていたのペテロですねに対して、その罪をことさらにですね取り上げて責め立てるのではなくて、むしろこの柔和な心で正していく、立ち直らせて行かせたわけなんです。でこういうことがですね、教会の中では起こりますですね。まあ、これはある教会の話で聞いたんですけれども、まあ、高校生の女の子がね妊娠してしまった。まあ、これ現実問題としていろんなことが起こりますからね、妊娠して起こりますよ。でその時にじゃあどうするのかと。で普通世の中だったら中絶させますよね、若い子ですから、高校生ですから。けれどもそれは人を殺すことになります。ですから教会では熟慮の末、しっかりとこのことを公表したそうです。その彼女を悔い改めるように促して、赤ちゃんを産む決意をしっかりさせて、まずこれが一つですね。でもう一つは、悔い改めの心で彼女が生きていくのだから、これを皆が手助けしていく、励ましていく、受け入れていく、ということをもう本当に話していくわけですね。これをこう実際私もその文章を読んだんですけれども、もう本当に辛いけれども、ここで書いてある通り重荷を負っていくっていうことがキリストの律法を全うしていくことになるんですね。でこの時にとても大事になる言葉が一節の後半ですね。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと。この自分自身も同じ誘惑だ、同じ罪を犯しうるということがあると、私たちは柔和になることができます。まあ、この柔和っていう言葉って、へりくだるっていう言葉がね、こうすごく似てるんですよね。三条の説教で柔和なものは幸いですとか、へりくだるものは幸いですと訳すこともできますね。自分が何者であるかをよく知っているっていうことによって、この柔和な働きをしていくことができるんですね。まあ、これはイエス様が、すごくわかりやすい、この極端な表現を使ったのが、兄弟の目の塵を、目の中の塵をですね、この、見ている、それを取るときに、自分に針がある。針って、建物のあれですね、この柱っていうか。そういうね、気づかないのですかとイエス様が言われたんですよね。まず針を取ってから、兄弟の目から塵を取り除くことができる。このように言われたので、まず自分自身が誘惑に陥らない。まあ、人間的に言うと、ミイラ取りがミイラになるということがあり得るわけですね。わかりますか？ミイラ取りがミイラになると十分あり得るんです。でまあ、聖書じゃないんですけども、神は死んだっていう言葉で有名な哲学者ニーチェ。まあ、かなりきつい言葉じゃないですか。神は死んだ。まあ、でもニーチェってね、結構いい、牧師の息子でね、キリスト教のね、陥ってる過ちも結構鋭くね、指摘してるんですよね。決してなんていうかな、こう、
無視できない言葉を結構言ってるんですけども、まあ、彼がねこういうこと言ってます。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。でこの深淵っていう英語はアビスっていう言葉なんですよ。アビス、アビスってね、底知れぬところです。だからつまり闇です。悪霊のいるところですですね。それを覗いているとき、あちら側もこっちを覗いているって感じですよ。つまり闇を、人の闇を取り組んでいるときに、自分もその闇がこう見えてくるというか、触発されてきちゃうんですね。でこのパウロは、まあ、聖書の言葉ね、この聖書の言葉に戻りますと、パウロはこう言って、ローマの2章の1節で、あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからですと。でその相手が見えてこう闇をこう取り組んでいる中で、まあ、実は自分自身を取り組んでいるって言ったらいいかな。自分自身にも全く同じものがあるんだということなんですね。なので逆に言うと、自分自身をわきまえる、吟味するっていうことなんです。それを言ってるのが第一コリントの11章の31節で、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら、これ英語だと裁くならとも訳すことで、英語っていうかギリシャ語だと裁くならと訳すこともできますけど、自分をわきまえるなら裁かれることはありませんと変わります。そして2節ですが、互いの重荷を負い合いなさい、そうすればキリストの律法を成就することになりますと。愛をもって互いに仕えるということ、この罪を、この過ちを犯してしまっている人をですね、正していくという、これ重荷を追いやっていく。まあ、すごく単純に考えていくといいんですけど、誰かが重いものを持ってたら、手伝ってあげようかって話になるじゃないですか。で自分もその重いものを重く感じるわけだけど、けれどもそれが愛でしょ。愛ですよね。一人一人に実は負い目があるんです。互いの重荷って言ってます。一人一人に負い目があります。で、私たちはまだ完成されてない者たちなんです。なので完成に向かって一人一人が一心に走っている。ですけれども、その競争ですね。互いに助け合って注意し合って励ましていくっていう競争なんですね。だからヘブルの10章の24節に、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと。このように私たちが自分自身が助けられるとか、なんかこう自分自身がいつも相談に乗ってもらうとかっていうことだけを考えて教会に来るのではなくて、むしろ他の人たちの必要、他の人たちの重荷、これですね、これを見ていくんだということであります。でこれによってキリストの律法を成就すると言ってます。だからずっとこの律法と強調していたガラテアのこのユダヤ主義者ですねがいますけれども、このキリストの律法というのは隣人を愛していくっていう、これにまとめられるというイエス様の律法です。別にモーセの律法に違反してるわけじゃなくて、モーセの律法を全部まとめている一言がその律法で、隣人を自分自身のように愛するんだということですね。もうこれはね、前回学びましたね、5章の14節で書いてありました。で3節で、誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのですということですが、愛をもって互いに仕える、だから人を助けていく、支えていくっていう働きの中で、彼は注意を与えています。それね、うぬぼれるんですよ。だからなんか自分が良いことを行っているわけじゃない、事実良いことを行っているので、なので何か自分が何、なんか、いつの間にか何者かであるかのように思い、自分自身を欺いていくんですが、何一つ自分のうちには良いものはなく、良いものは全部神から賜物として与えられているわけなんです。第一コリントの4章の7節にそのことが書いてあります。一体誰があなたを他の人より優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？
もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかということですね。私たちは絶えず自分を吟味する必要があります。何か自分がこれが達成して自分の努力によってこれができたというのではなくて、すべてもう神から与えられていて、この恵みなんだということなんですね。なので4節です。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのですと。ここをちょっと説明すると、人を助けている働きというのは、その人に対して行っているというよりも、イエス様に対して行っていることなんですね。で、行いを吟味すると、ただ主に言われていることを行っているにしか過ぎないわけなんです。だから自分が他の人にしてあげているということではなくて、あくまでも主に対して自分が払うべき重荷っていうか、負うべき責務というか、使命を果たしているだけなんです。イエス様がね、このことをね、しもべと主人の関係の中でお話になったところがあるんですが、ルカの17章の9節と10節、しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私は取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと。だから自分にだけは誇ることができるっていうのは、これどういうことかというと、主に命じられていることを行っているという、満足感というか自負心というか、主から報いを受けると、人から褒められるとか感謝されるとか、そういうんじゃなくてですね、主が私を認めておられるというところにある、こう安心感というかな、健全な自負心ですね。だ、言われていることを下までだというところにある自負心であって、他の人には誇れるものではない。で、イエス様が善行は、良い行いは隠れて行いなさいとイエス様言われましたが、で、それはなぜかって言ったら、マタイの6章の4節で、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと。これは別に隠して行いっていう意味じゃなくて、これは隠れているところでも行っているってことは、はっきりしたのは、父なる神が見ておられる、報いてくださるからだと。で、これに基づいて行っていくときは、自分自身には誇りがあるというのは、これはだから自負心があるというのは、これ主には認められているというね。けれども他の人に誇るべきことはないと。これ分かりやすく言うと、警官の人、警官がね、誰かが殴っているのを見て、それを制止して手錠をかけて、殴られている人を助けたとしますよ。で、殴られた人が警官に深いお礼をするとするしても、警官として当たり前のことをやってるっていうか、命じられていることを行って特別なことをしてないじゃないですか。で、これがもし市民がそのようなことを行ったのであれば、手錠をかけることはできないけども、例えば、戦ってですね、その人をこう、抑え込んで制圧して、ですよね。で、こういうことをしたら表彰してもらえるじゃないですか。でも警官は、それが仕事だから。だから、やっても、その警官としての自負はあるでしょう、ですね。警官としての自負はあるんです。そのすべきことを行ったっていう職業として。けれども他の人にね、これだけのことやったって、滑稽ですよね、警官としては。だから私たちもキリスト者として、キリストに習うことを、言われたことを行っていったところで、それで終わりなんですよ。主にお仕えすることができたっていうことで、なんかしてあげたっていうふうにならないわけなんですよね。だから自分にだけ誇ることができても他の人には誇れない。ということになるわけです。で、このようにして愛を持って仕えていくことを見ていきました。これね、重荷を互いに追い合うっていう、ちょっと消極面ですね。こう、なんかマイナスのことがあって、で、それを助けていくっていう、重荷を追っていく。で、次はですね、もっと積極面ですね。善を行っていく。で、特に神の家族に対して善を行う。ということをパウロは、話していきます。ですか？6節です。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と、
すべての良いものを分かち合いなさい。これ、善を行うことね。で、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべてのものを分かち合いなさい。これだからつまり、この金銭的なものも含めてですね、この分かち合っていきなさいと、こう言ってるんです。でね、これはね、教える人が一番変な気分になる箇所です。なんか、俺にくれって言ってるようにかね、教えていくことになってしまうわけだから、これね、結構、あれですよ、変なんですね。だから、ルターも、実は、ここの箇所を言うときに、でも教えなきゃいけないっていうことね、ここね、だって、そう言ってんだから。で、ルターはそのカトリック教会の腐敗を、こう、ずっとこう、非難してたわけでしょ。そういう、どんどん金持ちになっていくこともね。けれども、どう見ても、パウロの手紙の中で、他の人の使徒の手紙もそうですけども、これ一貫して語られてるんですよ。まあ、今、コリント人の手紙でも実はまだじっくりと、もう多くをね、割いて、多くのページを割いて、パウロ話してるんですね。で、他の箇所でもテサロニケとかもいろんなところでも同じこと話してます。で、なぜかっていうとですね、やはり、御言葉を教えるということが、教会において、かなり優先順位が高いんですよね。ここが大事ですね。で、教会が誕生した直後に、彼らが行っていた活動の一番目が、使徒の教えを固く守りとありました。で、使徒たちが教えているのをしっかりと守っていくっていうのが、この教会の活動の、かなりの部分を占めていて、で、教会の中でやもめの配分ですね、この、生活に困っている人たちの配分において、こうなんか対立があったでしょ。で、それで、給仕するものを選んだんです。それは執事のね、もともとの意味ですけれども、7人選んだんです。で、その7人を選んだ時の理由として、私は祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。祈ることと御言葉の奉仕が、これが妨げられてはいけないから、だから、この他のものを、この給仕ですね、これをやっていくように他の人を任命していくということで、御言葉を教えていくということ、それを聞いていくということが非常に大きいものなんですね。でですね、これ誤解を与えるってさっきから話してますけれども、強いられるものではないんですね。プレッシャーを受けてするものではないということも、パウロは第二コリントとか他の箇所で多くを語っていて、第二コリントの11章の2節で、ですね、この、実際に偽教師は敷いてやらせてたんです。今の言葉で言うと、非常にもう、毎日ニュースで出てくる言葉、カルトですね。カルト的教師が当時もいたんですね。で、そのカルト的教師がいたので、コリントにおいてとか他の教会においても、パウロは、あえて、この権利はあっても支援を受けなかったんです。受けなかった。自分で働いたと言ってます。で、どういうことをやってたかというと、第二コリントの11章の20節でカルトがですね、カルトの人たちが、実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても、我慢しています。やばくねっていう話ですよ、これ。奴隷にしてんですよ。ね、皆さん、この中でスタッフね、もう24時間私について言ってもらいますと。で、給料ないよ。だってあなたは神様に捧げてるんでしょ？ね。もう簡単に奴隷にすることができるわけですね。で、食い尽くす。つまり、その人の、生活ですよ。生活をすべて、もう本当になくしていってしまう。生活費の蓄えですよね。強奪で威張られる。その上威張られてる。牧師に立てつくところは何事だね。そして今度顔を叩く。パン暴力牧師。ね。で、でも我慢してる。ほら、すごいタイムリーなんだよね。で、こういうことに対して対峙してたんですよね、パウロはね。だから、
受け取らない、私は自分で働くって言ったんです。でもこの逆も真なりで、今度はそのコリントの教会で学んだでしょ、第二コリントね。それをやってないから、なんであの人は本物の教師じゃない、本物の人ではない、ちゃんと給料受け取ってない、そういうね、もうこうやればああやれ、ああやれのこう言われるってそれがコリントの教会で起こっていたって、まあ、これね、あの 前回というかガラティア書の前で学びましたね。なのでこれは愛によって恵みを分かち合っていくっていう中で、だから戻るんですよ、愛によってこの自由を用いていく、使えていくっていうことですね。で、7節です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになりますと。良いものを分かち合うことについてですか、いいですか。御言葉を教えている人に、この、この人私支えていかなきゃいけないんだって、そういう人間的な話じゃないんですよね。なんだろうな、牧師給払わなきゃいけないのかとか、そういう話じゃないんです。そうじゃなくて、自分自身を霊的に豊かにすることなんだって話なんです。だからね、やっぱりこの与えるとか分かち合うの、なんていうか、第二コリントでも学びましたが、なんていうか、積極的な霊的な意味があるんですね。自分を豊かにしていくんですよ。自分を豊かに。だから物質的にっていうことでは必ずしも全然なくて、霊的な意味ですね。ピリピの人たちは、支援してったんです、パウロ。で、彼が他のところで宣教旅行してるときも贈り物を送ったんですね。で、それで、手紙を書いたんですけども、で、パウロはそのお礼っていうか、その言葉を言っていて、ピリピの4章の17節で、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えていく身なのですと。意味わかりますか？この贈り物の話するとさ、やっぱこうなんか、やっぱりなんか催促してるみたいな、ね、ありがとうって言ったらさ、あ、なんでもっと欲しいんだとかさ、もっとあげなきゃって思っちゃうじゃん。いや、そういうんじゃないと、パウロは言ってるんです。そうではなくて、あなた方の霊的な口座。ね、ほら、だから通帳があってさ、まあ、当時あったかないと思うけど、通帳あって、今の言葉で直すとね。で、そして、その口座に加えていくんだと。その贈り物、だから、自分が豊かにされていくんだよと。ですね、これやっぱり読みたいな、長い箇所なんですが、第二コリントの9章の6節から11節を読みしますね。ちょっと長いんですけれども、私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになりますね。書いてるでしょ。で、あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるようになるためです。すごい積極的でしょ。ね。で、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え、増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。と、非常に積極的ですね。こう分け与えるということにおける神の豊かな祝福ですね。これを読むことができます。で、この8節です。自分の肉に巻くものは、肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのですと。ですね、ここで、ね、まあ、種まきと刈り取りの原則ですね。この分け与えることだけじゃなくて、すべてについて言えるわけですけれども、まあ、肉をの働く機会としないで、自由を愛を持って互いに使いなさいと言っているところで、肉に種をまいていったら、やっぱ滅びを刈り取るよと。で、ガラテヤ書でね、この5章の15節、前回、前回というか前々回見たところ、気をつけなさい、互いに噛みつけ合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいますとありました。肉をこの種をまいていったらそうなっちゃう。本来ならば御霊の実があふれるばかりに結ばれるわけです。さっきから見てると、どんどんこの豊かにされているわけじゃないですか、善を行うことによって。それが逆をやったらもう
もったいないというか、これ滅んでってしまうよと、自らを滅ぼしてしまうよということなんですね。で、まあ、チャックはね、あのパスタチャック、牧者チャックが、まあ、あの分かち合っていたところでね、こう思い出すのが、カルバリチャペルが、まあ、あの大きくなっていったときにですね、まあ、近所にある教会の牧師が、そのひたすらですね、カルバリーチャペルを攻撃する説教を続けていったんですって。でその攻撃というのは、まあ、あの精霊の賜物が今も続いているとカルバリーチャペルは信じるので、あのそうではない立場でずっとそればっかりやり続けたそうです。でその中にいる人たち、教会の中の人も、もういいじゃないかっていう感じなのにやり続けちゃったんです。妬みっていうか苦みというか、でついに彼は体も壊すことになっちゃって入院したんですね。で、結局カルバリーチャペルがその入院費を賄ってあげたっていうね、まあ、悪に対して善で報いるっていうかしたんですけれども、その食いつく噛みつくということを行っていくことによって、まあ、この場合だと肉体のね、この肉体を損なうことまでなってしまったっていうことが起こる。本当にもったいないですね。御霊に負けば、御霊によって命を刈り取ることができるという祝福があるので、私たちはどん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 それを味わってって、もう豊かにされていきたいですよね。で9節です。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますと。だからあの今善を行っていくってずっと学んでますけれども、あの結果がすぐに見えるとは限らないんです。これ忍耐して行っていくっていうのは、あのこのちょうど農作業と同じように、このなかなか実を結ぶこの結果を見ることができないけれども、諦めずに行っていってくださいと。そしたら必ず時が来たら刈り取ることになる収穫が来るよということなんですね。これは本当にアーメンでしょ。その通りですよね。うん。目に見える形ではなかなか見えないのが、あのだからこそ善行って言ったらいいかな、良い行いです。あの後で学びますが、目に見える成果、まあ、このユダヤ主義者が求めたものなんですけども、そう見えないんですよね。こう愛によってロークしていくものっていうのは目に見えません、なかなか。しかし時が来れば刈り取ることがあります、刈ることになります。で10節です。ですから私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょうと言います。機会があるうちに、いつかできるじゃなくて機会のあるうちに、積極的に。何ができるかってね、こう祈ってったらいいですね、うん、あので特に信仰の家族にってここで言ってます。全ての人にもそうなんですが、信仰の家族なんです。でここはあのそうですね、強調したいですね。あのもちろん全ての人にって書いてある通りね、やっていくんですが、やはりこの教会が互いに使い合うという共同体の中において、信仰の家族に行っていくという、ことが大事になりますね、でですね、まあ、あのまあいろんなことがありますね。このうん、そうですね、まあ、あの私たちをあの思い出すのはアメリカで、まあ、妻が妊娠したんですよ。で、あの妊娠してそれでちょっと流産しちゃったんですけども、そしてなんだっけ、子宮筋腫ですね、まあ、そのせいでなんですね。でそのちょっと前にですね、あの性についてのあのセミナーがあったんですね、教会で。性ってあのそのいわゆる性倫理ですね、この性道徳ですね、クリスチャンとしてどういうふうにしていくべきなのかと。でそこで産婦人科の先生があの講師だったんですよ。その教会の人ですよ。あの名前を思い出した。ゼペーダさんっていうのね。うん、覚えてる。でですね、その太鼓が、あ、言っちゃった名前、まあ、いつも言ってるからいいね。太鼓はですね、あの問題があったのでね、あの、ファミリードクターにまず行って、普通にかかりつけのお医者さんとか行って、それから、まあ、専門医ということで、まあ、ゼペーダさんだったんですね。で、手術してもらって。そしてあの最後まで親切にしてくださいました。
で、そこのクリニックのところに掲げてあった御言葉がここですよ。特に信仰の家族に対して善を行いなさいと、同じ教会の仲間ですよね、に対して善を行いなさいということなんですね。で、これで愛によって互いに仕えていくことの勧めなんですが、これで、ここでね、終わります。で、これで終わらせていいんですけれども、このガラテヤ書の目的というのは何かというと、邪魔をする人たちが来てるから、ガラテヤの中で。で、もうこれがもう、患いなんですよ、彼にとっての。だからもう、最後にね、これを言い放って、そして祝福の挨拶で終わるんです。ご覧なさい、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いていますと。これ印刷された、しかも日本語だからこれ分からないんだけど、ちょっと皆さん想像してくださいね。もともとはギリシャ語で書かれていて、で、この途中からか、ここからか、あるいは最初からか分からないけど、僕は途中からかなっていうふうに想像してるんですけど、急にでかい字になるんですよ。でかい字になる。で、当時のローマの時代に手紙を書くときっていうのが、この口述筆記なんですよ、大体が。口述筆記。だから、自分が話して、他の人に書いてもらってるんです。今みたいにワープロでバーンとかでね、こう、できないから、こう書くとき結構こう、時間かかるわけですよ。その技術がそこまでないときはね。で、パウロが、でっかい字で、ここから書きますよ。あるいは、こうずっと書いてきたのか分かんないけども。で、これ、でっかい字で書いたっていうので、いろんな解釈があるんですが、一つはその目がよく見えないからと、いうのはあるんですよ。この 目をえぐり出したいって方まで、ガラテヤの人が思ったっていうのはありますけど。でも、もっと単純に考えると、強調したいんですよ。この私がっていうことです。このパウロがっていう感じです。だからこれメールでもあるじゃん。メールだとわからないな。日本語わかんないけど、英語だとね、小文字であるじゃない。最初の文頭だけ大文字でしょ？で、小文字があるときに、もう全部大文字で書いたら、ちょっとびっくりするんで、ね、なんか大声で叫んでるっていうのが伝わってくるんですよ。大文字で書くと。そんな感じ。この私が。で、パウロは、立法主義に関しては、やり尽くした人なんですよ。ちょっとね、わかりやすく説明すると、ちょっとこう、威張り散らしてる人がいるとするじゃない、こう、教会の中でね。で、ここでいきなり進藤さんがってさ、また進藤さんの例使っちゃうんだけど、現れてさ、もう暴力についてはさ、威張り散らすことについてやり尽くした人がさ、牧師でさ、この私が言うけどね、って。そういうやつって寂しいやつなんだよとかさ、実は臆病なやつなんだよとか説得力あるでしょ。で、パウロそんな感じですよ。パウロは、立法についてはやり尽くした人です。その私が言いますよと。12節。肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに、自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を強いてます。いろんなかっこいいこと言ってたんだけど、高尚なことを語ってるようなんですが、肉において外見を良くしたいだけなんだよと。これだけなんだ。かっこよくなりたかっただけなんだ。人からどう思われるか気になってる奴らなんだよと。いうことです。で、ユダヤ人たちにとって、割礼は誇りです。神の民のであることの勲章です。印なんです。で、それをさせたい。だから、よくしたい。よく見られたい。ということなんですね。でね、教会の中にね、いろんな教え入ってくるんですよ。で、そのいろんなね、交渉の話をするわけ。で、難しいさ、なんかこう、神学用語っていうかさ、なんかこういうムーブメントがあってとか、こういう神学があって、うおーってこう言って、なんか、ちょっと、私の知らない、すごいこと言ってるなってこう感じるんですね。でもね、結局、多くの場合っていうか、
しばしだね、世間で言われてることを遜色ないようにやっていくっていう、それをごまかすためにやってるんですね。根底にそれがあります。世の中で受け入れられるように、人の目によく見られるように、で十字架のゆえにね、キリストの自分たちが迫害されないようにしてるだけなんだと、こう言ってるんですよ。十字架は人をつまずかせます。2章の21節でガラテアの、もし義が、義って正義ですね、立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいますと。キリストが死なれたということは、他に救われる方法が全くない、何らかの行いで救われる可能性を全てなくしてしまうわけです。だからイエス様がもしできますならば、この杯を私から吸い去らせてくださいと、できますならば、何か人間の方法で救われるのであれば、この神の怒りの杯は過ぎ去らせてくださいと。しかし主の御心、父の御心はイエス様が死なれることで他にはないということが分かったから、イエス様は死なれたんです。つまりあなたは The End、 まあ日本は The End、 お前はおしまいだということを十字架のメッセージは伝えているから、つまずきなんですね。他の救いの道はないよ、この方の死によってのみ救われるよということを言うから、イエス様の十字架を、キリストの十字架を述べ伝えると迫害を受けるんです。割礼割礼ばっかり言ってたの、ね、だから説教者に気をつけてくださいね。この十字架以外のことをいつもこだわってたら、あ、この人ちょっと、この人っていうかね、このちょっと距離を置こうっていうか、もう離れていこうってやって構いませんね。うん、なんか違うことばっかりね、何でもいいですよ、献金ばっかり言うとかさ、なんだかこうこうなんかこうううとかつけていいって、なんか十字架以外の話をし始めたら、いやもちろんしていいんですよ、していいんだけど、こだわってたら、そっちばっかり述べ伝えてたら、十字架を述べ伝える、十字架にこだわっていく。でなぜそれやるとね、面倒なんですよ、迫害を受ける理由になっていくんです。もちろん十字架を信じる者には何ですか、第一コリントの一章で神の力ですとあります。救いをもたらす力なんです。新しい創造を与えるんです。で流された血によって清められて、私たちが神の子供として生まれたんです。この恵みの中に私たちは生きているので、平安があって喜びがあるんです。だからいろんな困難やなんか面倒いこととかいろんなことが起こるんですけども、それでも十字架を他のものには変えることはできないわけなんですね。けれども偽教師たちは迫害を受けたくないので、割礼を受けないと救われないってやったんです。ユダヤ人からはユダヤ教徒とみなされるから、迫害を免れることができます。でローマは、これちょっとね、複雑なんですが、ローマは多神教の国ですよ。多神教。で、ユダヤ教については、社会的な地位を、これ唯一神なんだけど、一神教なんだけど、社会的な地位は与えていたんです。けれども、異邦人がユダヤ教徒にならず、そのまま一神教を信じているってことは許容できないわけです。その圧迫を後々与えていくようになるんです。だから割礼さえ受けていれば、その圧迫や迫害を免れることができるわけです。だから割礼を救いの条件の一つにしたんです。けれども一度割礼を受けて律法を守り行うようになっていくと、がんじがらめになって奴隷状態になっていくわけですね。だから迫害を免れて自分を救おうとしても、結局は自分の命を失っていくようになります。でこれがキリスト者の自由の、なんていうかな、パラドックスっていうのかな、自分はこの圧迫を受けたくないから、これをやっときさえすればいいとすると、まっすぐに信じているもの、これがね、付け足しがどんどん多くなって、結局自分をがんじがらめにしていくんですよ。でイエス様が言われたことを思い出しましょう。自分の命を救おうと思うものはそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。ですね。
自分を救うつもりが命取りになっていくよという警告なんですね。で、13節をご覧ください。割礼を受けている者たちは自分自身では律法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのですと。律法主義の特徴は、このパウロがね、この律法主義を、この突っ切った人ですよ。そのだから分かってるんだけど、律法主義をね振りかざしてる人っていうのはね、自分自身が律法を守ってないんです。律法を守ってないのに、いや守ってないから他の人に強要していくんです。まあ共和観念だね。キリストの福音以外のところで、なんか自分たちの強く信じているようなものを、なんかこの教えを過度に強調していくっていうことは、その人自身がその教えを守っていない可能性が大です。だから強く言えるんです。本当に律法のことが分かっている人は柔和になります。自分が罪人だって分かるから。で、ね、あなた方の肉を誇るためって書いてあるでしょ。これ非常に利己的なんですよ。非常に利己的。自分たちがこう威張りたいから、誇りたいから利用してるんですよ、あなたたちを、ってこう言って。これはもう本当に教会で起こりうる、起こってる。例えば洗礼なんてね、何人、これだけの洗礼者が与えられました、ハレルヤーとかね。で、ね。いや、実際ありますよ。この、もうなんか適当になんかイエス様を信じますとかって言わせてさ、イエス様信じるとか言って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 とかってさ。で、はい、言ったら、OK! じゃあ洗礼とかね。で、ババババババーって、ウォーって増えてって。そして、なんかキリスト教の新聞にさ、こう、なんか、この教会はこれだけの洗礼者が1年間にウォー与えられましたって。じゃあその蓋を開けてみたら、ほとんど残ってないみたいなね。これ宣教師たちの間でも結構切実なものなんですね。で、これ本当にリアルなんです。本当に生々しいんだけど、あのさ、これ私宣教会議に出てたから以前で、なんかアフリカ伝道集会に行くって、そこにアメリカの人が行ったとしたら、どれだけ動員すればいいですかって聞いてくるんですよ、逆に。今わかります？どれだけ大規模で行われたかを、アメリカ側の人たちに、こう、伝えることができるように、じゃあ、じゃあ、1万人集めれますから、はい。ね。で、こう、もう、こう、動員かけることできるみたいですね。で、こういう、わかりますよ、で、宣教師ってね、プレッシャーがあるんですよ。本部に、こう、何人救われたとかね、こう、目に見える形での報告。で、いつもなんかさ、これだけ、なんか、毎回同じ祈りの課題だよ。だから、なんか変化が当たりないってダメでしょ。だから、なんか、大げさに話したりとかさ、実際見ないのになんか、こう、加えたりとかさ、なんかこうやってごまかして、んで、だからね、こうアメリカから見て、あ、この空間すごいとかってやってんだけどね。で、こっち側から、現地の方から見ると、これ、何言ってんだよとか、なんか分かってるのに、こっち側から見て、おぉ、すごいってこうなんで。よく起こります。だから私ね、逆に、これ、主にあって威張っちゃうけど、まあ、威張ってるな。肉的になっちゃうけど。お前って言われたことあるんですよ、アメリカの牧師から。お前はね、そのまま書いてるからって言ってね、もう全然面白くない。ね。だってアメリカだとさ、一回バプテスマやったらさ、なんか何十人とかさ、簡単に、それでも少ないとかなるわけよ。で、二人救われましたってね、バプテスマ受けて、おーってなって、書いたってさ、アメリカから見るとね、何なんだよってなるわけ。だけど褒められたことあるんですね。お前はねごまかしてないからね好きだって。肉を誇るために割礼を受けさせたい。大体分かってきました。だからすごい高尚なことを言ってんだけど、彼らは蓋開けるとこんだけチンケなんですよ。で、次です。しかし私には14節、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。
この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にましたと。誇るんだったら、威張るんだったら十字架だよって。まあ、これね、先週の説教の箇所です。ぜひね、忘れた方はもう一回聞き直してください。ですか。私の誇りはイエス・キリストの十字架のみで、神が十字架に示された愛を誇りましょうと。で、十字架によって私は力を与えられました。解放されましたと。ですね。これを誇りましょう。恵みを誇りましょう。ですね。で、世と自分との関係は、まず世は私に対して死んだと。つまり十字架を述べ伝えている中で、世は私、自分たちが死んでることを知っていくようになるよと。で、今度は、自分が世に対して死んでるっていうのは、世に対して誘惑とか誇りについては私はもう死にましたって。決別しましたと。いうことです。で、15節。割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは、新しい創造です。まあ、これが、まあ、このガラティア書のクライマックスかな。まとめって感じですね。新しい創造。これが大事なんだよと。第2コリントの5章の17節で、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと。これがパウロがずっと論じていたことです。信仰によってアブラハムの子孫になった、神によって生まれた、神の子供になった、新しい創造ですね。割礼という外部の傷。これ、それが大事じゃないよ。このことで議論しててどうするのと。煩わしいと。大事なのは新しい創造であると。これにフォーカスを当てていこうよということなんですね。先々週ですか、私が同性愛についてね、お話ししました。で、これは現実問題として起こってます、今、教会の中で、キリスト教会の中で。現在進行形で。で、同性愛に反対する団体が立ち上がって、で、それを潰すための団体も立ち上がったんです。署名活動してます。でね、それずっと議論聞いててね、どうでもいいってなってきたんです、私。同性愛者も救われりゃいいじゃん、要は。別に同性愛だけは特別じゃないじゃん。社会の中でごく少数の人でしょ？もちろん彼らが救われていくこともそうだけど、でね、その同性愛をだからこう、なんていうか、これ特別視すること、良くも悪くも。それ自体が、どうでもよくて新しい創造じゃんって。同性愛者の方々も含めてね、ここに来る方々がイエス様を信じて救われることだけを私は望んでいます。それじゃあ同性愛を変えること、いや、そういう話だよ、そうだって、もうなんかいろいろあるんですよ。特別な罪じゃないし、そうやって言い争ってること自体がこの前の説教で話しましたよね。そしりって書いたんです、肉の行いで、難色と一緒に書いてあるんですよ。だからもう、なんていうか、舞踊は越して飲むが、ラクダは飲み込むって、あれだよね。こんな細かいことで議論してる中でラクダ飲み込んでる。つまり、大きな罪を犯してるのが肉の行いにはまっちゃってるんですよね。で、第一コリントの、7章には、興味深いことに、今度、割礼のことについてね、いや、割礼を受けなくていいんだって話で、今度ユダヤ人の兄弟たちが逆に、割礼の跡を消そうとしてるって話が出てくるんですよ。一部にね。いや、それもしなくていいよって。それが大事じゃないんだよって。割礼そのものじゃないんだよと。神の命令を守ることであり、新しい創造なんだよっていうことなんですね。あ、そう、思い出した。さっきの同性愛の話に戻りますけれども、その、変にね、こう、なんか変な人、部類に入るじゃないですか。同性を愛するっていうか、その、同性の姿勢。だから、一方では人権なんだとか、なんだかとか言うでしょ。でも、一方は変な、おかしいとか。だけど、僕ずっと話し切ってすっごく変だなと思ったのは、
みんな変じゃん、みんな負い目あるじゃん、人に言えないことってあるから救われてるんじゃんって、別に同性愛に限らずあるじゃん闇が、それで救われたんだよねって、へりくだろうよって、みんな同じだよって、主の前では罪人だから、で愛し合って受け入れ合って使い合って、で精霊によって変えられて新しい創造って言ってるから、別に同性愛者の人、人間だから一部でしょ、その人の特徴の、その人だって罪ある人は罪ある人、変えられる人は変えられるし、で異性愛者だって変えられる人は変えられるし、でその中でみんな同じ負い目を持っている人がどんどん変えられていくっていうのが教会であって、そっちにフォーカスを当てていこうということなんですよね。まあ、ちょっとどうせばっかり話して、またその話ばっかりすると今度はこれ戻っていっちゃう。大事なのは新しい創造、こっちの方ですよ。これ言いたかったんですよ。でアメリカじゃなくて当時の社会ではそれが割礼だったんです。割礼、割礼がなんかほら踏み絵みたいになってたんですよ、うん、どっちなのっていう、どっちでもないよって、新しい創造なんだよ。でそれで16節です。この基準に従って歩む、だから新しい創造の基準に従って歩む人々にの上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにとあります。平安と憐れみがあるようにって言ってる、ここだよね。先ほどのあれに戻るんですよ。愛によって互いに使い合っていく中で平安があって、私たちの共同体に憐れみがあってですよね。でここで興味深いのは、そして神のイスラエルの上にって書いてあるんです。だからずっと割礼の話ってイスラエルの問題じゃないですか。イスラエルが、イスラエルたらしめるものが割礼だったんですよね。そのモーセの律法によって割礼を受けて律法を守っていく、それがイスラエルだけれども、この基準の上に立っている人たちこそが本物の神のイスラエルだと。つまり何かって言ったら、パウロがもう2章で、ローマの2章で話したことなんですけども、2章の28節で、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠されてユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなくて御霊による割礼こそ割礼だからです。その人の称賛は人からではなく神から来ますと。だからユダヤ人であっても心の割礼ですね、こっちの御霊によって変えられるっていうこと、こっちの方が本物であって、ということで神のイスラエルっていうのは、これ本物のイスラエルって言ったらいいかな、その御霊の割礼を受けている、この心の割礼を受けているイスラエルに、平安と憐れみがありますようにとですね。この異邦人に対してもこの話してるし、パウロここでこのユダヤ人の、こう人たちに対しても平安と憐れみがありますようにとここで言っています。で17節です。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですからと。結局ここでパウロの感情が、個人的感情が出て、煩わせないでください、もうこれ以上と。せっかくこういう素晴らしい平安と憐れみと、こういう、この共同体があるのに、煩わせないでください、割礼のことでと。こう言ってるんですね。そして、この身に焼印を帯びているから、イエスの。これどういうことかっていうと、傷の、割礼という皮膚を切り取る、あれでしょ、傷でしょ。じゃなくて、もう私はね、傷受けてますと、まあ、背中かどっかに分かんないけど受けてますと。でこれはイエスの皆によって十字架を述べ伝えることによって私は受けた鞭打ちとかの傷ですよ。でそれを焼印という言葉を使ってますけれども、これは奴隷とかですね、特に奴隷ですね、兵士も受けるみたいですけど、この奴隷であることの印としてのこう焼印というのがあるわけですね。こう押されるわけですよね、このそれ印が。それをパウロはそれを使って、私はイエスのしもべであって体の傷を受けているっていうんだったら、こっちがありますということなんですね。最後に、兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共に
ありますように。アーメン。最後に恵みですね。主イエスキリストの恵みを祈ってますですね。そしてあなた方の霊と共にありますように。なので私たちがここに歩み続けていきましょう。いきましょうね。で、もちろん取り組んでいきます。教会の中で成長していくときに私たちは忍耐をし合っていくわけですけど、これはね、いいことなんですよ。いいことなんですね。その忍耐、なんかこういろいろ意見が違うとかいろいろあったりとかね。でもそれこそが私たちがに重荷を負って担い合ってね、やっていくことなんですね。で、このガラテヤ書は余計なことをね、煩わせないようにしてくださいっていうのをここで私たち受け取っていきたい。だ、それは何かって言ったら、こうすればこうなるんだっていう、こう余計な外野というか、まあ、いろんな例を今回ね、私取り上げて皆さんも分かち合ってきましたね、お昼の時間とかにね。うん、この教会だったら平安だけれども、他のいろんなこう外野があるじゃないですか。うん、ですね。で、それに影響されてですね、こう、ああだこうだっていうね。で、こういうことをもうやめて、平安と憐れみと、そして恵みですね。うん、の中で私たちがとどまっていることができるようにと、まあ、いうことです。はい、ガラテヤ書が終わりました。次回からエペソ書です。ですね。大きな節目に入っていきます。何かって言ったら、今まではね、神にと、信仰によっていく義ですね。この神様に義人ですね。この神様に義と認められていくっていうところが強調、救われるっていうことが強調されてましたけど、このエペソ書からね、このね、キリストの体、教会というのがテーマになってきますね。楽しみにしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのように豊かな祝福を御言葉を通して与えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちがキリストの十字架によって、その御言葉を信じたことによって救われたことを感謝いたします。そして他のいろんなことが起こっていますけれども、主よ、本当に私たちがそういうものから、教えから、この幼稚な教えから離れて、私たちが大人でいますように、大人のクリスチャンとして成長していくことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、
あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエスの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。